バッテリーと太陽光パネルとインバーターをつなげていきます。皆さんこんにちは。このチャンネルは老後の田舎暮らしを夢見る私たち夫婦が160万円で購入した80坪の別荘地に手作りで家を建てながら、そこを拠点に移住計画を立てたり、山菜採り、渓流釣り、狩猟、菜園といった田舎ライフを楽しんでいく動画をお送りしていきます。今セルフビルドで家を建てていて、壁パネルの作成中ですが、基本的にはオフグリッドの家になります。ですので電気はソーラーパネルで賄う予定です。まだ家は建っていませんが、今回は将来的にソーラーパネルが必要になった時に備えて、お試しで発電システムを設置したいと思います。バッテリーはブラックバス釣りのために買った AC デルコのマリン用ディープサイクルバッテリーの M31MF を使っています。まずはバッテリーから電気を取り出すためのインバーターをバッテリーにつなげていきます。私も今回お試しで初めていろいろ扱っているので、多分間違って扱っているところもたくさんあると思いますので、まあ参考にしていただくっていうよりかは、なんか面白そうなことやってるなぁというふうに思っていただけるといいと思います。緊張します。バッテリーとインバーターのプラスとマイナス端子をそれぞれつなげました。後で調べてみたら、どうも本来はプラスから先につなげるものみたいですね。これ扱い間違えるとバチッときたり熱くなったりすることもあるみたいなんで、この時感電しなくてよかったです。これでもう発電はしてませんが、電気は使える状態ですね。よいしょ。次にこれはチャージコントローラーですね。ソーラーパネルから発電した電気は直接バッテリーにつなぐんじゃなくて、一旦このチャージコントローラーを通してバッテリーに充電していくものみたいです。いよいよソーラーパネルから端子を取り出します。ソーラーパネルの端子は MC4 コネクターと呼ぶみたいですね。ソーラーパネルから発電した電気で感電しないように、パネルを段ボールで隠しながら作業してます。端子の先を MC4 コネクター専用の延長コードにつなぎ、その延長コードをさらにチャージコントローラーにつないでいきます。さらにチャージコントローラーからバッテリーに充電していくために端子をつないでいきます。つないだ瞬間にちょっと火花が出たので焦りましたね。チャージコントローラーには温度計みたいのがついてきました。多分熱くなりすぎたら動作を止めるための安全機構みたいのがあるんだと思います。これも一応つけておきました。いよいよソーラーパネルを段ボールから取り出して発電を開始していきます。緊張の瞬間です。チャージコントローラーの液晶画面で何ボルト発電しているのかを確認することができるんですね。今真南に向けて20ボルト発電してます。起きてる起きてる。
これでソーラーパネルシステムが組み上がりました。内容としてはこのソーラーパネルとソーラーパネルからチャージコントローラーにつながって、このチャージコントローラーからこっちのバッテリーに充電をして、このバッテリーからインバーターにつながって、インバーターにコンセントがついているという内容です。で、このインバーター USB もついてるんで、そのままこう USB へ給電もできると。引き続き家作りの作業も続けていきますが、今回のように家作りができた後にどのように電気を使っていくのか、どのような生活が待っているのか想像するのもまた楽しいですね。行くよ。大丈夫？へい。Okay.